旧オペラ座夜の旧オペラ座旧オペラ座は、ドイツのフランクフル都市にある、かつてのオペラハウス、現在のコンサートホールである。1880年、ベルリンの建築家、リチャード・ルッキーによって、歴史主義建築様式の歌劇場として完成した。客席数は2010。こけ落としは1880年10月20日に、行われ、ドイツ皇帝ウィルヘルム一世と皇太子らが見守る中、 モーツァルトの歌劇、ドン・ジョバンニが上演された。その後、第二次世界大戦で破壊されるまでの間に、ワーグナーの最新作や、リヒャルト・シトラウス、プッチーニなどの著名なオペラが次々に上演された。また、カール・オルフのカルミナ・ブラーナは1937年にこの劇場で初演された。1944年3月22日夜中の空爆によって、この建物は、 廃墟となった。ドイツ一美しいと言われた、この廃墟は市民の抗議や寄付金によって撤去を免れ再建された。外部は忠実に元の姿で復元されたが、内部は従来の歌劇場としてではなく、多用途に使えるモダンなコンサートホールとなった。1981年8月28日、ミハイル・ギーレン式、フランクフルト・ムゼウム管弦楽団によるマーラーの 公共局第8番の演奏により、現在の名称、旧オペラ座で改めて開場した。大ホールの収容数は約2500人を数え、室内楽や会議用として利用される約700席のモーツァルトザールを兼ね備える。混同しやすいが、旧オペラ座でオペラは上演されない。現在のフランクフルト市の歌劇場は、ビリー・ブラント広場にある1951年新設の、 フランクフルト歌劇場である。ありがとうございます。